日本は江戸時代にお隣の大陸を唐、あるいはその漢、唐という唐の国、唐子の唐とか、それから漢字の漢とか呼んでたんですね。変だということは知ってたんです。隣はもう、モンゴルの元が終わって、明が終わって、満州の清になってた。それでちょっと困ったな、王朝が交代している土地の名前っていうのが特にない、で唐の国だったわけですけれども、この時に新井白石がヨーロッパではこれをチーンとかチャイナとか呼んでいるということを知りまして、江戸時代になって全世界の事情を書くときに、そっか、あれはチーン、チャイナ、じゃあなんて漢字で書くか探したときにですね、大蔵経というお経の中にシーナと書いてあったんですよ。これが、新井白石も本当に博学だし、どうしてこれがそのチャイナに当たるって分かったって、もう素晴らしいと思うんですけれども、このシナという漢字は実は、ですね、唐代の、いわゆる中国人自身が自分たちでチンをシナと移してたんです。秦の始皇帝の時代、初めてここに統一王朝ができて、それを話がずっと内陸に伝わりまして、北中インドにまで伝わっていた。そうしましたら、インドの仏教文献で遠いところの国の話を書くときに、遠い東のチンの国の王様がある日とか言って、そういう話がいろいろ書いてあったんですね。それで大蔵経というのはお経を全部集めたものなんですが、その中にそのチンの国、チンの国のことをチーナスターナって書いてあるんですね。スターンというのはここの言葉で誰々の土地という意味なんですよ。これね、結構大学で言うとみんな感心してくれる。スターンっていうのはそんなに古いサンスクリット語時代から残っている名前で、誰々の住むところ。昔はまず土地の名前がなくて、人の名前、人の集団の名前があって、それから土地の名前ができるんですよ。それで今でもアフガニスタンはアフガン人の住む土地、ウズベキスタンはウズベク人の住むと。キルギスタンは、本当はね、キルギズスタンなんですよ。キルギズ人の住むところ、キルギズスタン。でも日本人はこんなことこうと舌がもつれて言えないので、外務省はキルギスタンって書くんですけどね、本当はクルグズスタンという英語なんですね。それからカザフスタンでしょ、パキスタン、もうそういうふうにして、スタンはいっぱいいっぱいあるんです。それでチーンの国でチーナスタンっていうのを漢字でシンタン、それからチンの国をシナと書いてあった。これは、三蔵法師が、玄奘三蔵が、孫悟空のお師匠様がずっと通っていって、いろんなお経を持って帰って、ここで外国人のお坊さんもみんなで通訳しながら、翻訳しながら漢字にしたものの中にシナとあったんです。それで新井白石は自分が発明したんじゃなくて、お隣の国で言ってるチンの国だから、チャイナでシナ、あ、これはいいやと。王朝名でも何でもないから、土地の名前として使えると言って、シナの国、シナ人と江戸時代に言い始めたまま、ちょうど明治維新になって、その時はまだ清国ですから、シナと呼んだんですね。ところが日清戦争の後で、南の人たちがたくさん日本に留学したんです。で、その人たちは自分たちのことをそのシナ人って呼んでるってことを知って、最初はそのそっかと思ってそう言ってたんですが、19世紀末にナショナリズムが生まれた頃に、シナって字が悪いよね、シっていうのはこう本社でなくて支社、本当のとこじゃなくて、こう離れたところのことで、ナっていうのも何の意味もない感じで、ナるって言うとこの辺とかね、その辺とかって意味なんですね。だからシナっていい字じゃない。それに比べたら日本なんて本当にいい国語を持ってるんですね。日の本ですからね。それで自分たちは世界の真ん中の国だから、中国っていうのがいいっていうんで、中国、シナの代わりに中国と呼べって言い出して、それで中国人って言ってたところに、その中華民国が1912年できたので、これ以来、シナはやめて中国にしてくれ。で、中華人民共和国ももちろん
中国ですので私たちは中国で中国人だっていうことになったんですが、ここでその日本人はですね、シナ人とか中国人っていうと漢字ができる人って思うわけですね。ところが中華人民共和国は清朝の領土を継承したので漢字のできる人ってのはこの辺に住んでるわけですよ。それからまあ植民して入植していった農民がですねこの辺りにもいるので、まあこれは20世紀になって南の漢人が万里の長城を越えて北に行ったので、今ではこの辺の人も全部漢字を使いますけれども、中国人、日本人が中国人っていうとイコール漢人だったりシナ人だったりする。ところが中華人民共和国の今の中華人民共和国の歴史では中華人民共和国の領土の中を中国人、中国のパスポート持ってる人を中国人、モンゴル人も中国人、チベット人も中国人、ウイグル人も中国人っていうので、これはもう二重の考え方になって、でもうここですかなりズレがある。歴史の話にすぐ行っちゃうんで、せっかく今日中国人との付き合い方っていう話に入るのでそのことを行かないといけないんですけどね。それでまずこういうふうにその中国の理解というのが日本人が考えているのとだいぶ違うんですが、中国人にしてみたらね、日本人は私たち日本人っていうともう言葉は通じるし、だって歴史同じだし。ところが中国人同士っていうと、今言ったチベット人やモンゴル人やウイグル人は もちろん文字も歴史も違うんですけどね、実際には私たちが漢字使ってる中国人っていう人たちも話し言葉が違う人たちが非常に多いんです。ですね、この辺でもうちょっとせっかくですのでね、書いたものの中でこれの話ですね。漢字は話し言葉の違う異民族が目で見て理解する通信手段として発達したという、この問題でも今は共通語があるじゃないか。プートンホワっていうのは普通はって書くんですけれども、まあ、北京放送テレビ番組いろんなところで流していますので、そうですね、現在20歳くらい、もうちょっと上ぐらいの人はもうプートンホワが聞いたり話したりできるんですけれども、それよりも前の人たちっていうのは実は地方によって話し言葉非常に違っていたんです。中国語でルビができたのは1918年、まだ100年経ってないんですよ。中音字母っていうんですね。今台湾でこれ使っています。ちょっとカタカナみたいな鍵がこうあるような、そういうものを初めて漢字を読む時の発音記号を作ったのは1918年で、現在の中華人民共和国のそのプートンホワのピンインという発音記号はローマ字なんです。 ABCDEF 字のローマ字ですよ。つまり中国の人たちは自分たちの国語を勉強するときにまずラテン文字を勉強する、ローマ字を覚えないと読めないんですが、これローマ字を覚えたからといってそのちゃんと発音できるかっていうと、毛沢東はその漢字廃止しようと思って全部ローマ字にしようと思ったんです。そうしたらすぐに挫折した。なぜなら北京音をローマ字で書いちゃうともう他の地方の人にとっては全く外国語なんで、もう中国はすぐ分裂しちゃう。漢字があるから一つの国に見える、もう発音だけ聞いたら分かんないことが多いで、漢字が目で見て意味が分かる文字だから一応中国って一つに見えるんですね。